日立。日立、時はは、東日本旅客鉄道、JR 東日本が主に、品川駅、上野駅土浦駅、勝田駅、高萩駅、岩木駅間を、東海道本線、東北本線、常磐線経由で運行している、特急列車である。本港では、常磐線内で運転されていた、優等列車の遠隔についても記述する。 日立は1969年、昭和44年10月に、上野駅平駅、現在の岩木駅間を運転する、季節特急列車として、運転を開始した。季節列車扱いであったのは、当時同列車に使用されていた80系機動車、稲穂の前運用であったためである。1971年4月には、上り列車のみ、東京駅に乗り入れている。 1972年、昭和47年7月には、臨時列車の日立51.525に485、軽電車が初めて重当され、同年10月には定期列車にも485軽電車が投入され、運転区間を拡大、L 特急に指定された。時は,は、国鉄時代に、快速列車、準急列車、急行列車として、 運行されていたが、1985年に、日立に統合される形で消滅していた。スーパー日立は、1989年、平成元年3月11日の651、軽電車投入に伴う際に、常磐線特急列車における速達型列車として、運転を開始した。その後、1997年、平成9年10月1日には、 停車型の日立が E653 系電車投入によりフレッシュ日立として運転を開始した。1998年平成10年12月7日には全列車が651系または E653 系に統一され485系電車による日立の運転を終了した。系導入以来車両によって ほぼ系統が区別されていたが、2012年、平成24年3月には、651系、E653 系の置き換え用として、E657 系電車が導入され、2013年、平成25年3月16日のダイヤ改正で、すべての定期特急列車が E657 系による運転に統一され、ただし、E657 系の改造工事に伴い、 2013年10月1日から2015年3月13日までの間、フレッシュ日立1往復に限り、651系の運用が復活していた。2015年3月14日に、上野東京ラインが開業し、速達型の名称が日立に、停車型の名称が時和に解消された。日立は朝の下り2本、3号5号を除き、全列車が、 時はは、日中を中心に、品川駅発着となった。日立に関しては、上の発が朝に2本あるだけで、上りはすべて品川駅となっている。臨時で、日立が設定されることもないため、上の止まりの日立は、東京方面が何らかの理由で普通にならない限り、存在しない。それにより、東京駅、品川駅が乗り換えなしで利用できるようになり、 東海道新幹線や東海道線への乗り換え回数が減少したほか、京急線へ乗り継ぐことで、羽田空港方面へのアクセス利便性が向上し、その後、2017年10月14日、ダイヤ改正に伴い、時和の品川駅発着本数が増加した。朝通勤時間帯を除く、全時間帯に拡大し、上の10時以降の時和のうち、 夕方通勤時間帯の一部列車を除く、全列車が品川駅発着となった。日立は岩き駅発着、時は,は茨城県内発着、岩き駅発着の一往復を除くであり、列車名の由来と発着駅が逆転している。なお、準急、急行、時はは上野平、現、岩き駅の運行が基本であったのに対し、日立は、 上野仙台間の運行が多かった。2015年3月13日までは、日立の列車愛称には、スーパー、フレッシュという冠文字が付されており、基本的に、上野駅岩木駅間の系統は即達型として、スーパー日立、土浦駅、勝田駅、高萩駅発着の系統は、停車型として、フレッシュ、日立となっていた。ただし、岩木駅発着の、 フレッシュ日立も一応往復設定されていた。日立単独での愛称は1998年12月7日の改正で485軽電車による運転終了とともに消滅したが、2015年3月14日改正で即達タイプとして16年3ヶ月ぶりに復活した。また、1998年12月6日までは朝の上りの爽やか日立と 夜の下りのホームタウン日立があった。運行形態としては、一家のように分類できる。停車駅に関してはほぼ、ダイヤパターンなどで固定化されているが、早朝、夕方の時間帯などは、停車駅の加減がある。各列車とも、東京、上野から勝田、高萩、岩木方面には1時間に1本の割合で、運転されており、さらに夜通勤時間帯に、 土浦方面への区間列車が運転されている。停車駅に関しては、ある程度パターン化されている。全列車が、品川、上野駅を15の倍数の、分に発車する。号数は、日立は1号から30号、時はは51号から92号。他に、定期的に運転される、臨時列車として96号がある。列車番号は、品川駅発着。 東京駅のり入れ列車が5数 M、上野駅発着列車が2000号数 M である。下り列車は、上野発7時から21時までの毎正時、00分、発は先立ち、7時から22時までの毎時30分発と18時から20時までの15分発、22時23時の00、分発は、時和であり、23時発の、時和91号が最終である。 品川駅発着列車は、上野駅小時発が、品川駅を45分、東京駅を53分に、30分発は、品川駅を15分、東京駅を23分に発車する。上り列車は、始発駅が違うため町町ではあるが、勝田駅上野駅間では、最初の、先立、ち、2号以降は、日立と、時和が交互に運転する、土休日のみ64号と、 と休日運転の66号が連続る。三戸駅では9時から21時台は日立が27分発、時はが53分発に統一されている。三戸発の最終は21時53分発の時九92号である。常磐線の特急の表低速度は約時速9 0トル強である。これは JR 在来線特急としては早い部類である。 日立の上野駅、水戸駅間では、ほとんどの列車が、表低速度時速 100km 強である。2017年10月14日現在、上野駅、下り10時から17時台発及び、水戸駅、上陸時から20時台発のダイヤパターン。2015年3月14日現在、全列車が E657 系、重量編成。 グリーン車連結により運転されている。全車指定席であるが、座席未指定券で普通車の空席を利用できる。なお、座席の発売状況を示すランプが設置されている。車内販売は日本レストランエンタープライズが日立のみ担当しており、時は,は全列車で行っていない。全車指定席化に伴い料金体系が変更された。また、通年同額となり、 繁忙期、換算期の区別が廃止されているほか、水戸駅、勝田駅での乗り継ぎ料金制度も採用していない。なお、品川駅、東京駅、上野駅と柏駅北の各駅との間の特急料金は、品川駅、東京駅、上野駅発着によって差額が生じていて、これは品川駅、上野駅間が 10.6km もの差があることから、 料金は特別急行券座席未指定券を参照。2015年現在、本列車に対して有効な特別企画乗車券は定期券用ウィークリー料金券一つのみである。2015年平成27年3月14日より、駅ネットチケットレスサービスの対象列車が先立ち、時輪に拡大され、利用可能となった。通常の特急券を購入するより安い。 2017年10月14日、現在、通常の特急券より100円引きとなっている、距離不問。2015年3月14日のダイヤ改正以前は、現行の、日立が、スーパー日立、時はが、フレッシュ日立として運転されていた。スーパー日立は、号数 M、フレッシュ日立は、号数プラス 1000M であった。フレッシュ日立については、 2013年3月までは6 5 1系、e 6 5 7系重頭列車、グリーン車連結が号数プラス2 0 0 0 e 6 5 3系重頭列車、グリーン車なしが号数プラス 1000M と区別されていたが、使用車両が e 6 5 7系に統一されたことで解消された。また、2013年10月より6 5 1、K、が 再び運用についていたが、列車番号は変化していなかった。時刻表では、車両が異なる、胸の中期があった。号数は、両者区別されず投資で付けられていた。スーパー日立ち3号の自運転する列車が、フレッシュ日立ち5号。次が、スーパー日立ち7号。651系。 e 6 5 3系と共に運転された2012年3月17日から2013年3月15日までは e 6 5 7系で運転する列車には新型車両で運転との中期がなされていた。この当時は現在よりも停車駅が多く1日に数本しか停車しない駅もあった。これらの駅は現行制度への移行時に整理された。スーパーでは 途中停車駅が、水戸駅、勝田駅、日立駅、泉駅、湯本駅の5駅のみという列車。現在の、日立には、日立駅、泉駅間を無停車で運転する列車は、ないや、水戸駅以南の停車駅が、フレッシュ、日立と大差ない列車、土浦駅のほか、赤塚駅、友部駅、石岡駅にも停車もあった。なお、水戸駅、勝田駅で当日中に改札を出ずに、 特急列車に乗り継ぐ場合は、特急料金は乗車駅からの通算で計算することができた。日立、時はではこの乗り継ぎ料金制度は採用していない。2011年3月11日の東日本大震災発生前は、上野駅原の町駅、仙台駅間の系統も運行されていた。上野駅、仙台駅は、正式には東北本線の駅であり、 寝台特急や臨時特急などに東北本線経由の列車あることから上野初仙台駅、仙台初上野駅の行き先表示器の字幕表示は下部に小さく常磐線経由と表記されていた。また朝には岩木初仙台駅が1本、スーパーひたち1号、岩駅7時31分始発設定され、夜間は7両編成が原野町駅で留置されていた。 上野駅仙台駅間の所要時間は約4時間09分4時間23分であった。2010年12月6日の JR 東日本プレスリリースにて2012年春の新型車両導入に伴う常磐線特急列車の再編が明らかとなった。計画では特急の運行区間を上野駅岩木駅間と岩木駅仙台駅間に分割し全車に 新型の E657 系を充当。後者には E653 系を充当し、651系については、岩木遺南で使用し2012年秋までに657系に順次置き換えというものであった。岩木駅仙台駅間で運行される特急の名称については、2011年2月に JR 東日本水戸支社で募集を行い、 同年4月上旬以降に発表される予定であった。これに対し合い、総地域からは、東京が遠くなるとして、直通列車の運行継続を求める声もあった。しかし、そのような中、2011年3月に、東北地方太平洋沖地震、東日本大震災及び、東京電力、福島第一原子力発電所事故による影響により、 常磐線は広範囲での運転目合わせを余儀なくされ、その後運転が徐々に再開されるも、スーパーひたちの運行は上野駅岩木駅間に限られることになった。震災後、2012年3月17日のダイヤ改正では、当時、上野駅岩木駅運行のダイヤ全体の4割を E657 系に置き換えた。しかし、計画と異なり、 E653 系も引き続き、フレッシュ日立ちで使用されることになった。また、E657 系の導入完了時期も、2012年秋から2012年度中に変更となった。改正後は、以下のような運用となった。このダイヤ改正により、東日本大震災以降、当面の間運休とされていた岩木駅、仙台駅間は、 スーパーひたちの運行区間から正式に外れ、スーパーひたちは全列車が上野駅岩木駅間の運転となった。このため、岩木発仙台行きのスーパーひたち1号の運行は打ち切りとなり、下り列車は一号を決番としてスーパーひたち3号から始まることになる。二千十二年度末となる二千十三年三月十六日のダイヤ改正でスーパーひたち フレッシュ日立は全列車が e 6 5 7系での運行に統一された。ただし2013年10月1日に6 5 1系が復活したため、未統一に戻る。なお、運行体系については、計算本の増発や、停車駅見直しは行われるものの、ほぼ2012年のダイヤ改正当時と変更は、なされなかった。列車名も、スーパー日立。 フレッシュ日立のまま変更はなく、1号の結番もそのままである。その後、2015年3月14日のダイヤ改正で、スーパー日立を、日立、フレッシュ日立を、時輪に解消するとともに、列車名の号数も、日立を1号から、時輪を51号からと変更したものの、運行形態自体には大きな変化はない。なお、e 系については、 2013年秋から基本編成が新潟駅坂田駅、秋田駅間の特急、稲穂に付属編成については2015年3月14日の北陸新幹線延伸開業に伴い新潟駅上越妙高駅間に新設される特急、白雪に全編成が転用されたため常磐線内での同系列の転属計画は事実上の中止となった。 水戸駅原の町駅間で 101km 以上と、なる区間の自由席特急料金は1300円だった、東日本大震災後、適用区間なし、2014年3月までは1260円だった。なお、普通区間の特急料金は、震災後も設定されていたが、2015年3月14日のダイヤ改正に伴う制度変更により廃止されている。 この特定特急料金も同時に廃止された。常磐自動車道を経由する高速バス、ミト号、日立号、岩木号など、や、自家用車との競合があり、通常より割安にした特別規格乗車券が多く設定されていた。一部を除き、利用期間の制限もないものが多かった。しかし、2013年までに大半が廃止されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。